前橋から。皆さんおはようございます。おはようございます。11月27日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはかんな、元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。皆さんおはようございます。金曜日だよ、小千じちゃんです。はい、今日は金曜日の小千じちゃんとお送りしていきます。よろしくお願いします。さあ11月もあともう残りわずかですけど、数日だね。ですね、あっちゅうまでしたね。あっちゅうま、あっちゅうまって言わなかったんですか。なんだっけ歌でそういうのあったよね、歌詞がね、あっちゅうま、あっちゅうま、あっちゅうまっていう、そういうじゃねえ、そこしかなんか出てこなかった、はい、いやだってもう今年も終わりますけどね、今年やっぱコロナの影響で、時が経つのが早かったっていう人が多いですよね。なんかあんま充実しなかったみたいな、印象が残らない1年だったみたいな。そうなんだ、ね、テレビつけると時を戻そうって言ってるやつがずっと出てたけどね。へえ、時を戻そう、シーンじゃあこの話はなかったということで、なかったっていうことに、はい。さあ今日11月27日はですね、北風木の葉を払うという日だそうで、冷たい木枯らしが紅葉した木の葉を落としていく頃だと言われております。おお、はい、北風ね。ですって。北風っていうほどの風がまだないね。確かに。でも今日からですね、気温がググッとググッと上がる。逆よ、上がったら怖いわ。ところがどっこい寒くなりますよ。下がるんだ、やだな。でも今日の朝前橋市って10度、ね、今日寒いかと思ったら暖かかった、比較的。そうなんですよ、構えてたんですけど、ですが気温が日中上がらないんですよ。ここから本当に 2,3 度しか上がらなくて、わお。そうなんですよね、最高気温と最低と差がない、差がないんでしょうね、そこまでね。本当により一層ね、北風がでもこれから冷たく感じる時期でね、もう本当に本格的な冬が始まりますので、はい、どうする、構えていきましょう。さあどうする、あなたならどうする。今日歌いたい気分なんですか。わかんないけど、なんかちょっとおかしいなつか、まあ、いつもおかしいけどな。小千ちゃんいいね、グッド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 ですか。はい、というわけで今日のメールのテーマはこちらです。はい、グッドです。そのまんまですね、グッド。無理やりやった感じですけど、グッドなんとか。そう、今日はグッド、いいねっていうテーマでいきたいんですけど、グーな話ね、パーじゃなくて。あ、つまんねえこと言っちゃったな。さあやめて、これ以上寒くしないで、気温も、はい、寒い寒い。はい、はい、今日は例えば今年これを見つけていいなって思ったから来年もまた使いたいとか、なんか普通に生活していて、あーこれいいなとか、グッドボタン押したくなるなとか、あとはグッド〇〇とかあるじゃないですか、歌詞もそうだし、グッドモーニングとかいろいろあるじゃないですか、はい、そういった感じでも幅広くグッドで、幅広くね、お待ちしております。はい、では小千ちゃん、元気よくいきますよ。はいよ。それでは皆さん、金曜日です、せーの、いってらっしゃいまし。何がおかしい、小千ちゃん起こし。おはよう前橋から。時刻は7時38分です。おはよう前橋からお送りしております。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。はい、今日はこちら、弁天和瀬楽一楽座。はい、楽一楽座やってるね。ねえ、もうこの言葉を聞いたらもう小千じいちゃんという私はイメージなんですけど、なんでなんかね、弁天和瀬っていうとね、小千ちゃんのイメージがすごいんですよ。
うん、確かにね、うん、十数回ね参加したことあるんです。最初の頃、始まった頃、はいはいはい、うん、1年半ぐらいの間に、うんうんうん、うん、そもそも前橋市の皆さんは、うん、もう耳にしたこともあるし、もちろん行かれたこともあると思うんですけど、うん、やっぱね、市外県外の方も聞いてらっしゃるので、この弁天合わせって古仙ちゃんから見たらこうどういう弁天合わせ、うん、うんとね、毎月3日っていうね日にちが決まってるとこがいい。そうですね、うん、分かりやすい、曜日に関係ないんですもんね、うん、そう、とろけたこのじいさんの頭でもさ3日っていうのはやっぱね覚えられるじゃない。そうですね、うんうん、まあじいちゃんに関してはちょっと結構知り合いがあそこの会はいるんで、うんうんうん、まあ生存確認というかね高齢者が多いんで、あ、元気そうにしてるなっていうのを見に行くみたいなね、うん、そういう部分もあるけどね。あ、確かに、うんね、人がこう集まりますし、出店者の方もいるから、うん、古仙ちゃんはそのまあ昔からの知り合いに会えたりして製造確認をしてる、おしゃべりしたりとかね。ね、うん、そうなんですよ。この毎月3日に手作りの作品だったり、うん、手作りの商品の、まあ、主にフリーマーケットっていうんですかね。うん、かまあ市がね、その毎月3日にその昔、うん、通りでその市、はいはい、うん、まあ、いろんなものをね近隣の方が持ってきて売るという、そうですね、そういう催しがあったというのを。復活させたみたいな話だったけどね、はいはい、うん、なんか自慢の品を持ち寄って、まあ、商店街を賑わせているという、うん、はい、ことですよね。なんか昨日ですね、そのこの弁天合戦の楽一楽座の主催のバロッキオスキ、うん、弁天通りで予約制の美容室とカフェバーを経営されている、うん、健太郎さんがお昼の番組に来てくださったんですけど、うん、ほうほうほう、そう、健太郎さんが言ってたんですけど、うん、みんなこう自分の自慢のものを商品を、うん、売るとかじゃなくて、うん、並べて、うん、見てってくださいっていう人もいれば、見せびらかしに来るよではこんなの持ってんだぜ、売るだけじゃないんだよって教えてくれたり、まあ、いろいろそういうねコミュニケーションがね、うん、新しいねつながりができてとかね、そう、つながりって言ってました、つな、うん、がり、あ、今ちょっと他局の、うん、キャッチを言いそうになっちゃった。危ない危ない危ない、つながりだよね、つながりです、うん、はいね、それでなんだっけな、あと看板、自分の首にこう、うん、彼女募集ってぶら下げて、座っている人もいるんですって、してそう、何でもいいんですって、だからいいね、面白いなと思いましたよ、はい、ね、うん、で、まあこの弁天合戦っていうのはどうですか、人の雰囲気はやっぱり高齢者の方が多いですかね、うん、やっぱりなんかこう生鮮野菜のね、生産者の方とかも出てたりとか、うんうん、昔はスーパーの方が商品持ってきて、うん、ちょこっとこうね、うんうん、売ったりとかっていうのもあったし、あとまあものづくりしてる方がいろいろ持ち寄ってね、なんかオリジナルのねものをこう並べてるとか、はあ、なるほどね、手打ちのおそばも食べられるとかね、そういう、うん、いいじゃないですか、まあ、食べ物も結構出てるよね、うん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 、でそれがまあ弁天合戦なんですけど、うん、この弁天合戦楽一楽座ってなると、うん、これがその弁天合戦の翌日が土日祝日の月に限り、翌4日にもこういった楽一楽座っていうイベントが行われるだ、うん、ねみたいで、そう、うん、一昨年あたりから始まったんだよね。あ、え、そんなに最近なんですか、うん、楽一楽座って、うん、あ、そうなんですね。確か私の記憶が正しければつか俺出てるんだよ最初の時に。あ、そうなんですか確か一昨年だったら、去年じゃないよな、一昨年、うん、一昨年のまだ寒い頃だったね。あ、そうでしたか、うん、なんかでも弁天合わせとコンセプトはやっぱ同じなんですけど、うん、その対象年齢が、うん、若者向けっていうのが違いがあるんですかね。確かに若い人が多かった。キッチンカーとかも結構出たりとかして、そうみたい、うん、あとその商店街のところにさ、うん、タワーマンションっていうか、うん、そう、それが学生向けのね、うん、ができたか、できる、できたんかな、できるんだけど、できる計画があるよね。そうですね、計画があって、うん、でそれもお墓でもお話ししましたね、うん、でそれのそういうなんか携わったものを発表したりとか、うん、学生がねラジオをやったりとかするんですって。おー、ねー、わー、ライバルだね。ライバルですね、ここんちの。
せんちゃんライバルですよ。ぼんちのライバル。あれが、が願書持っていこうかね、そっちに。学生じゃないとダメなんだ。今から学生になれねえし。10代20代にこせんちゃんを戻ってくださいね。なんかこの違いが、うん、やっぱりあるのが、うん、あれなのかな。で結構この楽一楽座って4月から10月に行われてたらしいんですけど、うん、今回はですね特別に12月13日の月曜日、うん、日曜日か、うん、に行われるんですって。この弁天和楽一楽座、うん、13日そう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 、うん、にやるんだよっていうのも教えてもらって、うん、でこの日がちょうど街中でやってるつながリズム祭りがあるので、うん、それに合わせるんです。あ、それに合わせてね。そうそうそう、うん、行われるそうですよ。そっか。うん。みたいです。はい。まあこんな形ですかね。はい。うん。小泉ちゃん何か一言あればぜひこの一言ですか。はい。まあ皆さんたくさんの方に来てほしいという、うん、ね。うん、うん。いい日だっていいね。そうだね、うん。まあ私個人だけど寒かったり、うん、風ピューピューだとどうしても出足が鈍ってしまうんで、まあね、うん、でも暖かい服装着て服装で、ね、そうですね、お出かけください。はい、はい、まず一つ目は弁天和瀬楽一楽座ご紹介しました。そしてもう一ついきましょう、うん、県内に新たに30人の陽性、うん、いやそうなんですよ。ここ最近ちょっと群馬も二桁台になってきてて、ね、うん、ちょっと久々です。30人ということで、うん、緑市内、緑市ですね、のパブで従業員6人が陽性となって、あ、まあ県はクラスターが発生したと判断しております。まあ、1箇所で6人、うん、傘掛けのね、店名も出てますね。マーメイドという店、お店らしいですね。でまあ本当に合計がですね、累計が1117人ということで、その21週間ですね、うんうん、最近の1週間だと123人までに増えてますよ、今1週間で。だから週ごとの数では過去最多になります。ちょっと気が緩んじゃったかな。そうですかね、まあ長いからね、だんだんに、1日あたりのもので見ると4月11日がですね35人だったので、うん、その次にまあその昨日が多かった30人ということになっています。で特に感染経路が分かっていないっていうのがね、それ怖いね、目立ちます。はい、目立ちますので、まあね、こちらが紹介なんですけど、今その、まあ、東京都をはじめ GoTo イートがね、うん、そのこれから新しく発見する人は停止にするとか、うん、いろいろ出てるじゃないですか、うん、ただ群馬の、まあ、知事はこの間までは、うん、人数制限とかは、まあ、群馬はしていかないけど、うん、今後は様子を見ていくっていうのも発表がありました、うん、でもね、そうすることによってやっぱ旅館とか飲食店の人たちもまたね、うん、お客さんが来なくなったらそっちも大変だからね、兼ね合いはね。そうですね、だけど、うん、一気にねこう減らすってなったらやっぱりこうかなり厳しい、そうです、ね、対策をしないとっていう無理な話なんだよね、うん、あと年末だとやっぱり忘年会をね、うん、でこう売り上げを上げるっていう人たちが、うん、やっぱ今回忘年会はなかなかできないから、うん、ね、そこでもちょっと苦しかったりすると思うので、そういった面でねやっぱり国がこうちょっと援助だったりとか、うん、あと私たちもこうね、旅行行ったりとか群馬県内だったらね、例えばご飯とか食べに行ったりとかする時もやっぱりマスクを、まあ、こまめにしたりとか、そうです、うん、一人一人のやっぱ意識をちょっと ね、うん、極力そうですよね、気をつける、うん、風にして、ね、これでもかっちゅうぐらい気をつける、うん、お店の方にもね迷惑かけないように、そういうことね、していけたらなと思います。はい、はい、以上今日の群馬の話題のコーナーでした。ありがとうございました。時刻は7時48分です。おはようすみやさんのコーナー、このコーナーは前回の振り返りコーナーです。昨日はですね、うん、木村豊さんと一緒に映画という、映画、そうなんですよ、昨日たくさん皆さんにもメールいただきまして、うん、あ、やっぱりこうコロナ禍のなんかこうおうちステイホームだったので、うん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 、やっぱ映画とか見る人多かったのかな。なるほど。最新映画だけじゃなくてこう過去の映画とかドラマとかもね、うん、やってましたもんね、小泉ちゃんね。
どこでやってた？え、普通に放送とかで、過去のものとかも。じいちゃん結構 DVD 見てるんでさ、うーん、えー、昔のとか見てるよ。あー、やっぱさ機会増えましたよね、50年前の映画とか、もっと前のかな。おすすめあります？皆さんに。おすすめはね、あの、人に教えたくない。聞く人間違えました。失礼いたしました。さあ、すみやさんのメールです、はい、おはようございます。おはようございます、すみやさん。おはようございます。映画、すみやさんアクションものをよく見るそうです。おお、すごい。ここからカタカナが多いから、あーちゃん頑張るね。ダイハード、あ、ダイハード、ランボー、ランボー、スピード、スピード、ミッション、ミッション、インポッシブルなど。あ、ミッションインポッシブル、あ、ね、そっか、ごめんなさい、本当だ、ミッションインポッシブルですね。トム・クルーズだね。俳優、てん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 、あ、それ違うか。俳優、まあ、監督として好きなのは、クリント・イーストイーストウッド。正解、コセンちゃん、さすが。じゃあここはダーティーハリー。おお、グラントリノ。うわ、すごい。最後、じゃあベイビー、前前なんとかベイビー。え、それわかんない。じゃあミリ、ミリオンダラベイビー。ベイビー、そう、うん、ミリオンダラベイビーはタイトル知ってる。おお、うん、などたくさんあります。でも何度も見るのはターミネーター2だそうです。ターミネーター2ですか。うん、ターミネーター1じゃなくて。だそうでしょう。コセンちゃんすごいね、やっぱいろんなの知ってるね。クリント・イーストウッドは大好きよ。へえ、うん、まあその10代のね、高校生ぐらいの時に、うんうん、その人が出てる映画見てしびれちゃって、うん、で内容的にはどんな感じのあれなんですか。まあ今監督業、まあ自分も出たりとかしてるけどね。ほー、うん、かなり高齢だからね、もうちょっとつが、あと何本、うん、何本か作ってほしいよね。うん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 、うん、そっか。じゃあ、すみやさんはアクションものをよく見るということなのでね、ね、こせんちゃんとなんか見るのが合いそうなので、よかったら2人でいつか、はい、いつかアクションもので興奮してね、と組み合いしたりとかして、すみやさんと、うん、面白そう。 うわ、テンション上がっちゃってね。映画見て興奮してとっかみ合いなんてしてる。モデルガンを持ち寄って、玉なしで、はい、楽しんでください。さあ、すみやさん、ありがとうございました。今週もまた来週もお願いします。お願いします。はい、おすみやさんのコーナーでした。あ、コセンちゃん、ちょっと待って、時間がないので、うん、このまま、うん、行きましょう、はい、さあ、今日のメールのテーマお願いします。今日のテーマはグッド。はい、今日はグッドです。グッド、ドはつけるかつけないか、グッ、つけてください。グッド。グッ、なん、グッ、なんか生きてて、うん、生きててやっぱり、あ、もうこれいいなとか、もうこれ良すぎちゃって他のが無理とか、なんか今年いいの見つけたから来年も使おうとか、うん、あとは最近 SNS でこういいねボタンとか、 YouTube でもいいねボタンあるじゃないですか、うん、そんな感覚でこうなんかいいね押したくなっちゃうものとか。いいねボタンってグッドボタンなのか。そうだよ、グッド。Facebook とかもありますよね、うん、なんかそういったなんかつい押したくなる記事とかでもいいですよね。うん、うん、どうでしょう。うん、記事ね、うん、やっぱ人はね、褒められるとね、嬉しいもんだからな、うん、そうだね、うん、じゃあコセンちゃん褒めてもらおうか。最近コセンちゃんの良かったところみたいな、うん、最近良かったところないですないですよ、私の良かったところ。コセンちゃんの好きなところとかでもいいですよ。うん、まあ好き嫌いは人それぞれだからな、この趣味の世界というか。出ましたよ、これがコセンちゃんでございますから、うん、そう、というわけで今日皆さん、グッド、いいねでお待ちしております。はい、時刻は7時53分を回ります。さあ、時刻は8時20分を回ろうとしています。おはよう、前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と古仙じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。さあ、おはから今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマはグッド。はい、今日はグッド。グッド、いいねとか、うん、グッド来るね、それは違いあー、でもある、それでもいいですよ、うん、なんかいろいろあるじゃないですか。いろいろある、
ぜひメール送ってください、うん、幅広く、はい、では行きましょう。ラジオネーム富岡のアリオンさんからです。グッドといえば、うん、いいね、うん、いいねといえばクレイジンケンバンドの横山さん、うん、ケンさんね。横山ケンさんといえば、うん、LINE スタンプのいいねいいねいいね、うん、直訳すればそうグッドって連想するのは私だけでしょうか。あね、コセンちゃん、いいねがいっぱい。あ、言い方としてね、違った、いいねみたいなね、そういう言い方するんだよね。じゃあちょっとコセンちゃんにもう一回言ってもらいましょう。横山健さんといえば LINE スタンプでいいね、これが正解だそうです。ちょっと違うか。いや、私のより全然合ってます。話が変わりますが、昨日の夕食に食べた納豆にキムチのトッピングって、うん、グッドだと思いませんか。うん、グッドだね。個人的には納豆にいちごジャムのトッピングも、うん、それもグッドだね。そうグッドなんです。これは私だけでしょ。合わせちゃった、ちょっと。へえ、そうなの。お煎茶食べたことないのにグッドって、うん、ちょっと寄せちゃったね。納豆にいちごジャムですよ、うん、皆さんどうですか。あ、俺やったそれ。え、いつ。あ、前に誰かが言ってたやつだよね。そうだ、あ、そっ、組み合わせで速攻やったよ。どうだったんですか。二度とごめんです。というか、あのね、バットじゃ、いや、思ったほどでもなかった。あ、そうなんですね、うん、え、どんな感触になるんですか。あのネバネバ取れるんですか。ネバネバは取れない。あ、うん、納豆とイチゴジャムを一緒に食ってる、うん、その通りじゃん。待って、想像がつかないな。なんかね、まあ甘くなるじゃん。うん、甘くなりますね、イチゴジャムで。甘くなってネバネバ。うわ、甘いネバネバ。甘いネバネバ。うん、おお、なんと表、まあ、ご飯に乗っけたくはないね。うん、ちょっとね、うん、パンだったらいいんじゃない。パン、ね、納豆パン乗せる人いますよね。うん、いろいろ。うん、うん、皆さんぜひ納豆にいちごジャムのトッピングでグッドのメールお待ちしております。はい、まあ試してみないとね、これなかなか言葉じゃ伝わらない。そうだね、うん、お試しあれ。赤城山大噴火さん、大噴火さん、グッドなのはソフトバンクの日本シリーズ4連ん4連、はい、4勝4連覇、4連覇でいいんかな、うん、日本シリーズ4連覇、圧巻の転換で展開で気分が最高、このまま5連覇してほしいなと。うん、ね、勝ち続ける、うん、まあ、いつか終わりが来るにしても、うん、なるべくね、うん、間を置かずに練習すると嬉しい、うんうん、だろうな、うん、なかなかないよね、そういうのね、なかなかね、うん、昨日もね言ったんですけど、日本一ね、うん、野球のね日本一が、まあ、うん、巨人と戦っていましたけど、私お父さんが巨人ファンなので。お、そうなんですよ、ちょっとショック受けてましたけど、うん、そうだ ね、 ね、でもね、なんかあの巨人がこうすごい勝った時あったじゃないですか、うん、私がまだちょっと幼かった頃なんですけど、うんうんうん、もう野球といったらもう巨人っていう、うん、でもなんかやっぱ今はあ、そうじゃなくなっちゃったのかなって思うから悲しいですけどね。そう、巨人、うん、大砲卵焼きか。まあそれはもう相当前の話だけど、大砲卵焼き、うん、大砲ってお相撲さんね。ああ、お相撲さんの卵焼き、違う違う、その3つがやっぱりすごいなんかこうそういうことね、うん、疲れるというか、あ、最高みたいなね、うん、あとサッカーも決まりましたもんね、日本一がね、うん、なんかね同時で決まったのでね、すごい盛り上がっていましたけど、はい、確かにこれはグッドですね。うん、せんちゃん、あのいいねって、いいね、はい、ありがとうございます。そしてラジオネームトゥーパンプスさんからです。トゥーパンピー、あーさん、じいさん、まーさん、おはからです。おはから、パピー、おはから。 SNS の Facebook はもともとアメリカの大学のサークル活動から始まりました、うん、ネットを利用した自由な討論をするためのツールでした。だからいいねは賛成の意味でした、うん、いいねは英語では Like と表示されますが、うん、私の Facebook では関西弁のええやんと表示されます。そしてコメントするはコムと表示されます、うん、世界中で利用されている Facebook は、言語切り替えができますが、うん、パソコン版では関西弁も選べるのです。興味がある方お試しを。
関西弁だとなんかちょっと雰囲気変わる ね、 ねえ、うん、これ以前も確かメールをいただいてて、うん、びっくりした話だった気がする、うん、去年かな、え、関西弁に切り替えられるのなんて言って、うん、びっくりしましたね。面白いね、いろいろ遊べるじゃない。ねえ、うん、びっくりしました。いいね、いいね、グッドじゃなくてライクの方なんだね。ねえ、うん、高崎のパパさんからです。パパさん、一口にリンゴと言ってもいろいろな種類があります、うん、初夏に出回り始めるサンサから始まり、ツガル、ジョナゴールド、陽光、紅玉、シナノスイート、千秋、王林、富士等々、それぞれ味や食感に特徴があり、自分の好みを見つける楽しみがあります、うん、そして11月中旬に出回ってくるのがパパの一押しリンゴ、群馬名月。私も大好き。シャリシャリとした心地よい食感で、ジューシー&フルーティー、強烈な甘みの中に感じる酸味、やっぱり群馬名月グッドです。いただきました。あ、群馬名月、群馬名月ですよ。リンゴか、大好き。リンゴ一番好きなのはシーナかな。シーナ、はい、置いてけ置いてけ、寒いな、飛ばしてけ、寒いよ。でもあれですもんね、東京事変で今回出ますから、紅白かっこいいじゃんね、はい、青の ID 新曲出てましたけど。うん、じゃあ高崎のパパさん、高崎のパパさん、群馬名月、こせんちゃんいいねお願いします。はい、いいね。あ、そうか普通に言っちゃった。いいね、テンションはちゃんと変えずにお願いしますね。すいません、すぐ忘れちゃう。うん、はい、そしてアット FM さんからもですね、皆さんグッドおはから、あったさんおはから、毎朝前橋のグッドモーニングはこのおはよう前橋カラーに限ります。嬉しいことをいただきました。ありがとうございます。お世話になります。嬉しいですね、こせんちゃんね、うん、さあこの後もまだまだ9時まで放送していきますのでね、はい、はい、ニュース、天気、交通、いろいろあり、火災情報などあって、うん、私たちのねこういったメールのご紹介とかもありますので、はい、ぜひこの後も聞いていただきたいと思います。さあそして今日こせんちゃん、うん、やっぱ徐々にあれだね、朝も暗いですね。ねえ、うん、すっきりしないね。ねえ、どんより、ちょっと雨降ってる地域ありそうですが、あるんだね、うん、今日はね、もしかするとパラパラ降るところがありそうなので、うん、ちょっと雨具などを持つといいのかな。パラパラ、うん、パラパラ降るところもあるか、はい、気をつけてください。はい、そして気温もですね、今日は朝はそこまでだったんですね、10度近くありましたから、ね、2桁あった。そうだけど気温が上がらない、こっから。そうらしい、本当に変わらない、この気温がひたすら日中も続いていく、続くんだ、うん、なおかつ、はい、今日から気温が本当に、うん、全体下がる、下がる、ガクッと18度あったのが今日は13度とか、日曜日は12度とか、いよいよ、うん、ねえ寒くなるわ。そうですよ、いよいよこう冬が、冬が来るね、近づいてくるということなので、冬が何だっけな、あるよ。あ、そっか、合ってる、部分的にしか言うと降りてこないんだよな。歌の歌詞、今日はたくさん歌ってますね。なんかね、つか勝手につぶやいてるだけだよね、うん、さあ、はい、というわけで皆さんね、暖かい服装で今日もお出かけください。はい、それでは時刻は8時29分を回ります。こせんちゃんいくよ、せーの、いってらっしゃいまし。 いいね、8時47分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ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 、あれですね、ちょっとあれだね、今回もコロナウイルスが群馬もちょっと30人にね、うん、
なっているということで、ちょっとクラスターもね、みどり市の方で発生しておりますけど、はい、あの前橋市もですね、ホームページで感染リスクが高まる5つの場面に注意をというね、注意喚起があります。うん、ここからね、まあ、今回はこう、忘年会っていうのは控えてるところが多いと思うんですけど、うん、まあ、こう、少人数でね、集まるってことは、うん、ダメとはなってないので、うん、ね、全然それ集まるじゃないですか。で、その際に、でも極力気をつけて、感染リスクね、しましょうというふうな。はい、出ております。ちょっとご紹介しましょう。まず場面1はですね、うん、飲酒を伴う懇親会などでの注意点ですね、はい、特に座敷などで区切られている狭い空間に長時間いること、うん、大人数が滞在することはやっぱりダメですよねっていうことと、うん、あと飲みお酒を飲むと、うん、こせんちゃん自分の声の大きさどんどん大きくなってきます。なるねね、うん、全てにこう注意力がね低下しますので、うん、なのでこうお酒を飲む際は声の大きさだったりとか喋、うん、る量だったりとかそういうのも気をつけましょうと。コントロールできない人は、うん、ねえちょっといろいろ大変ね。そうだね、あと回し飲みとか、まあ、お箸などの共有っていうのかな、それはね、うん、今の時代というかまあ今までやってた人もね極力、うんうん、極力じゃねえな、ね、徹底してその辺はしないように、うん、はい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 、うん、あとは場面2で、大人数や長時間に及ぶ飲食か、うん、5人以上っていうのは、まあ、なるべく控えましょうって出てますよね、うんうん、まあ、群馬は一応今のところ人数制限っていうのは出てはいないんですけど、うん、今後ね、まあ、知事がどう動くかにもよりますね、うん、はい、あとは昼間結構ね、ご年配の方がカラオケに行かれるっていう方が多いので、うん、カラオケに行かれる際は、自分が歌わない番とか、うん、歌う時でもできるマスクしましょうみたいな、うん、風には載ってますね。そうね。そうですね。そのマスクつながりで、場面3でマスクなしでの会話です、うん。車とかバスで移動する際の、まあ、車の中でも注意が必要。うん、やっぱ車の中って取りますよね、マスク。うん、そうだね。そうなんです。私もやっぱり車の中だと解放されるっていう、一、うん、人の時はですよ。まあ一人の時はね。そうそうそう。うん、でも、まあ人数乗る時は、もちろん、まあそれはするよね。はい、うん。してくださいということになっております。はい、今、あれですもんね、バス会社とかも、うん、飲み物はいいけど、食べ物は食べちゃダメとか、うん、極力みんなマスクつけましょうっていうのもね、徹底されております。はい、あとは、場面4で共同生活です。うん、この間も前橋市で、学校の、おもてなし学校の、うん、ね、はい、留学生の皆さんが、うん、共同生活、しててちょっとクラスターっぽいのが発生してまったって出てましたもんね、うん、なんでこう共有のトイレとかお部屋とかは感染が疑われますので、はい、まあできるだけちょっと考えましょうというふうに出ております、うん、そして最後場面5ですね、居場所の切り替わりということで、仕事での休憩時間に入った時など居場所が切り替わると気の緩みだったり環境の変化によって感染リスクが高まる、うん、あとは休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が結構多く確認されてるそうです。なんでね。まあ極力、うん、マスク取らない。うん、場所が変わってもまあ相当常に意識してないとね、うん、ついってなっちゃうかもしれないけど、もうこれにだけどこの先、うん、慣れてがないとね。うん、ダメですよ。ウィズコロナですからね、うん、もうそういう生活に慣れていかないと、はいはいはい、うん、まあでもねこれからね人に会う機会っていうのはね、まあ少人数でも増えてくる時期だと思うので、うん、ね、お店に行くなとか旅行に行くなって言ってるわけではなくて、うん、一人一人がこう注意をしながら行けばね、うん、防げる、うん、こともあるのでっていうところだと思うので、ね、はい、私も含めちょっと気をつけていきたいなと思っております、はい、よろしくお願いします。さあそれでは今日のメールのテーマいきましょう。どうぞ。今日のテーマグッド。はい、今日はグッドです。いいねということで、はい、おはこせんちゃん、おはーちゃん、おはおはしぶしぶさんからです。おはおはしぶしぶ。ツイッターのいいねボタンですが、もう少しいろんな表現があってもいいんじゃないかなと思います、
悲しいツイートがあった時にいいねボタンを押しづらく、うん、けど見てるよってことは伝えたいので、うん、いいね以外に頑張れだったり悲しいだったりいろんな表現を追加してほしいなと思います。あそうね、あの LINE のタイムラインっていうのがあるんですよ、こせんちゃん、うんね、LINE には、うんまあ、と記事投稿することができるんですよ。それをタイムラインって言うんですけど、うん、そこにはちゃんと顔文字で、うん、悲しい顔だったりとか、うんうん、ニコニコ笑顔のマークだったりとかそういうのはちゃんと分かれております、うん、選択肢がいろいろある。そう、うん、ただ SNS に関しては、うん、Twitter とかね Instagram とかには、うん、やっぱないんですよね、うん、YouTube もなくて。でここで渋々さんからあーちゃんやこせんちゃんに質問です。いいねボタンの逆のやだねボタン、うんまあ、バッドボタンですよね、うん、はありですかなしですか。いいねがあるんだったらね悪いねもあってもいいんじゃないの。こせんちゃんはそういう派、うん、なるほど、うん、今結構 YouTube とかでもそれが話題になってて、うん、あのわざわざそのバッドを、うん、そのする必要性ってあるのかなって項目に、うん、反応しないことはバッドっていう意味って一括りにできればあれだけど、うんうんうん、微妙だっつんとかもあるし、なんかやっぱそれな、うん、反応を求めてるんだったらいろいろ選択肢、うん、表現の仕方いろいろあった方が、ああなるほどね、いいんではないかと、はあはあ、そんな固いことを言ってしまったら私は反省しよう。ちょっとえ皆さんはどう思いますか。いやそんな話はって死ぬとこからや、ね、やってねえし、うん、確かに YouTuber じゃないしね小さちゃん、うん、いやでもね確かにそうですよ、うん、だって別に YouTube も別にいいねボタンだけあればいいじゃないですか、うん、だからなんでわざわざバッドボタンを確かにつけるのかなって、わざわざ人が気分を害するね、うん、ものつけなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。あ相手がさ、うん、よかったらいいねをしてくださいっていう、うん、いう人とかもいるじゃん。俺結構 YouTube 見てんだけどさ、はい、一度もその反応しつうか、うんうん、ないんですか、うん、したことないよ、ボタンをしたことないよ。えその人ボタンで、うん、その YouTuber の皆さんとかは頑張れると思うんですよ、こせんちゃん、うん、頑張るね、うん、頑張ってるんだろうけど、頑張ってと意味を込めて、うん、今日しましょう、ほーんっていう感じで、なるほどね、あそっか、見てるだけで、うん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 、ラジオネームさけ太郎さんです。さけちゃんとりあえず磯日の謎かけ、うん、長めだけどいただきました、いきますよ、うん、こせんちゃんがねどうしたの磯日落ち込んでるみたいだけどとかけて、うん、ゲーム機の会社と解く、その心はセガ。あなるほどね、うーん、来年もこのネタは続くのかな、続くのかな、こら酒ちゃん的には続くんだろうないつもグッドルッキングなこせんちゃん、いつもグッドアナウンスの磯日おはようと、おはようございます。我が家でグッドは1年近く入院していた母親が退院、うん、まあ94歳だからもう大半はベッド、ご飯は車椅子で、老老介護は始まります。どこがグッドなんかなと、いやグッドですよねこせんちゃん、素晴らしい、素晴らしい酒ちゃん、うん、うん、だってなかなかさ、こうご自宅でねこう介護とか面倒、ね、うん、できないよね、こうお世話したいって思ってても、うん、できないっていうか大変だからね、うん、うん、どうしてもねその専門のところにお任せしてしまうっていうのが普通な時代になったけど、昔はね、うん、みんな家でっていうのがあったり、はいはいはい、ああさけちゃん素晴らしい、そうなんですよ、うん、いつも思うけど、多分さけちゃん尊敬するとこそこだけなんでだけってのこら、あんなこと言っちゃってすまん、撤回しようかリスナーさんとこせんちゃんのこれは愛の絆ですね、はい、ラジオさけちゃん好きだよラジオネームパパラッチョさんです。ラッチョさん、今日のテーマはグッドということで、僕の最近のいいニュースは僕の母校の野球部の選手が先日行われたプロ野球ドラフト会議で東京読売野人じゃないや巨人から指名され、うん、それ読売野人うん、巨人から指名されたことです、はい、最近はコロナのせいで悪いニュースばっかりだったので、うん、久しぶりにいいニュースを聞けてとても嬉しかったです。また母校の後輩たちの活躍は本当に刺激になるし、自分も頑張らなくてはなと思わせてくれます、うん、またぜひ今回指名された後輩には、ジャイアンツで活躍してほしいですという、素晴らしい、先生いいねお願いします
いいね。ラジオネーム深谷から来ましたさんです。来ましたさん。グッドということで、いいことなどですが、いつも通りに平和に暮らせていることがグッドです。自分が小学生の時に宿題とか提出して、先生が花丸をして、その後にグッドと書いてくれてあるのが嬉しかった。今はスタンプが多いですかね、と。なかなか気が利いてるじゃない、先生。でも確かに自分が小学生の頃ってやっぱ花丸とかちょっとした先生のコメントとかあとは給食全部食べたらシールもらえたりとかそういうちょっとしたことがめちゃくちゃ嬉しかったです。そのノートだけはやっぱ取ってありますもん。取ってあるんだ。うん、嬉しかった。やっぱ何歳になっても嬉しい。感動したんだね。だからやっぱり皆さんもちょっと人に会った時にはこういいねとかグッドとか言ってあげるとね、いいのかな。あとハワイのママちゃん、ママちゃん、今日は前橋市役所障害週間の作品展の初日です、記念日になります。グッドママよりと。グッドママ作品出展してるのね。そうそう、ね、かいちゃんがね、グッド。じゃあ小千ちゃんいいねお願いします。いいね。ラジオネームルルちゃんからです。ルルちゃん、グッドモーニングぐらいしか思いつかないわ、毎月最終金曜日はプレミアムフライデーなのに、最近はテレビを見ていても耳にしないわね。最初はあれだけ騒いでいたのにどこへ行ってしまったのかなと。行っちゃったんだよでもね、ルルちゃんはルルちゃんの花金を過ごしていただけたら、ね、楽しんでください。 ね、はい、ね、あの3連休明けだったのでね、多分今週はねちょっとねお仕事も重い体だったのかなと思いますけど、今日また1日頑張っていただいて、頑張ってください、ね、楽しんでいただけて、またね土曜日日曜日お仕事がない方はねゆっくり休まれていただけたらなと思います、はい、さあそしてまた来週も元気に、皆さんにお会いできるの楽しみにしております。よろしくね。小千ちゃんまた来週も元気に来てくださいね、スタジオに、はい、頑張るよ生存確認頑張り生存するよ、さあというわけで担当は私ソフィア彩香と小千ちゃんでした。はい、また来週お会いしましょう。さようなら。またね。いいね。良い週末を。もう一回。